洗い流したのかもしれないじゃない。いや、それはないよ。どうして言い切れるのよ。私がブスだから。いや、関係ね。前園さんが他人を部屋に招き入れたと考えられない証拠。考えられない証拠というのは、どれですか。部屋の交換か。これだ。だって前園さんは怯えていたんだよ。だからこそ僕に部屋の交換を頼んだんだ。部屋を交換してネームプレートはまあよくわからんね。第三者が入れ替えたとして、表向きにはそこは苗木誠の部屋ってなっとんやけん、訪ねてきても出るわけないよね。前園さんも誰か来ても絶対にドア開けちゃダメだよ。苗木くんだと分かっても絶対に開けませんよ。出ないと部屋を交換した意味がありませんもんね。そう言っていた彼女が自分から鍵を開けたとは考えられないよ。彼女が怯えていたこと自体が嘘だったとしたら。え？え？じゃあやっぱり護身用じゃなくって誰かを殺そうと思って包丁を持って取ったってことになるのかな。何言ってんだよ。どうして彼女がそんな嘘を。苗木君にとっては考えたくない可能性でしょう。これを見てもまだそう言える。何？二人きりで話したいことがあります。5分後に私の部屋に来てください。マジか。部屋を間違えないようにちゃんと部屋のネームプレートを確認してくださいね。ある場所に置いてあったメモ帳の一番上のページを。ってことはネームプレート入れ替えたのは前園さん本人ってことよね。こんな字が浮かび上がったわ。ドラマで見たことあるよ。メモ帳の下のページに残された筆圧を鉛筆でこすって浮かび上がらせるんだよね。それを見た時に思ったもん。メモに字を書く時はメモ帳から破った後で書かないとって。古い手法だけど意外と古典も役に立つものね。ちなみにこのメモ帳が置いてあったのは苗木くんの部屋のデスクの上よ。なんでわざわざ部屋を入れ替えて。あれか、苗木誠に罪をなすりつけようとしよったってことか。人を殺して。めっちゃ怖いやん。全然いい子じゃない。つまりこのメモを受験前に残された。そういうことやろ、きっと。苗木くんの部屋に入ったことがある人物。相手を殺した後でまたネームプレートを元に戻そうと思っとったんやないん。それが自分が殺されてしまったと。部屋の持ち主である苗木か、昨晩だけ部屋を交換していたという前園。でもやとしたらさ、私がその思っとる犯人、なんでそこを呼び出したんやろ。苗木くん、これはあなたが書いたものかしら。いや、違うけど。そうでしょうね。このメモには前園と読めるサインも書いてあったみたいだし。じゃあそのメモって前園さんが書いた。もう、どうして彼女がそんなメモを。彼女はある人物を呼び出そうとしていた。そこでこのメモを使ったんじゃないかしら。このメモを部屋のドアの隙間から入れることでその人物をこっそり呼び出そうとしたのよ。おお、これで、でも自分が受け取りましたって言ったらもうその人犯人ってことになるよね。超高校級のアイドルにそんな風に誘われたい日には男子ならイチコロですな。あ、そういう目的、そういうことで男にしたってことは。僕は二次元限定なんで関係ありませんがね。ですが、そのメモで呼び出された人物なんて本当に存在するのでしょうか。存在するとしてもその人物が事件に関係しているとは思えませんわ。それはなぜ。どうして。聞いていただけますか。ではお話しして差し上げましょう。なんだなんだ。議論開始。個室のネームプレート。ネームプレートについて。前園さんと苗木くんは部屋を交換していたのですよね。ですがそのメモの呼び出し先には私の部屋とありますわよ。やっぱりこのネームプレートが交換されとったことを知らないずに起きるってこと。これその人は
前園さんの部屋に行っちゃうんだ。苗木くんがいた前園さんの部屋にです。つまり呼び出された人物がいたとしても、いやそれが違うんだな、事件とは関係ないはずですわ。違うんだな。なるほど、確かにそうかもしれんな。私の部屋と書かれたメモを受け取ったにもかかわらず、その人物が前園さんがいる僕の部屋に行った理由、それって前園さんと僕の部屋で入れ替えられてた例のもののことなんじゃん。これめっちゃ答えやすい。前園さんと苗木くんは部屋を交換していたのですよね。ですが、その私の部屋、そっか、その人は苗木くんがいた前園さんの部屋です。そう言っていくところやった。今の部分でよかったんだな。僕の部屋と前園さんの部屋はネームプレートが交換されてたんだよ。ネームプレートが、そう、部屋の交換と同じようにね。そのせいで苗木くんがいた前園さんの部屋は苗木誠のネームプレートに。そう、全く意味のないことになっとったよね。舞園さんがいた苗木くんの部屋は、でもこれで後から入れ替えるってなったら確かに意味はあったね。舞園さやかのネームプレートになっていたの。つまり舞園さやかのネームプレートの部屋には本当に前園がいたということか。じゃあそのメモの通りに行動しても前園さんがいる苗木くんの部屋には行けたんだね。しかも二人の部屋は隣同士、ネームプレートを入れ替えるにはうってつけだった。じゃあそれをやったのは誰なのかしら。前園さやかってことやね。もちろん苗木くんじゃないのよね。めっちゃ怖いやん。一番最初にねえ率先して殺人しようとしちゃったってことやろ、うん、怖っ、うん、相手はさ、ほぼ正当防衛ってことやん。そんじゃ誰がやったっつんだよ。ネームプレートの交換が可能だった人物、それはあの人しかいない。僕以外に部屋の交換のことを知っていたあの人、もちろん前園さやか。そもそも部屋の交換を知ってたのは僕と前園さんだけなんだ。だからネームプレートの交換ができたのは僕以外には前園さんしかいないはずだよ。そのことは彼女が残したメモの文面からも推測できるわね。二人きりで話したいことがあります。5分後に私の部屋に来てください。部屋を間違えないようにちゃんと部屋のネームプレートを確認してくださいね。彼女は呼び出した人物に対して部屋のネームプレートを確認しろと言っている。ネームプレートの入れ替えを知っていなければ書けない言葉よ。でもどうして前園さんはネームプレートの交換なんかをしたの。苗木くんとの部屋の交換を隠した上で自分のいる部屋に人を呼びたかったからよ。率先して人を殺そうとした上に自分に好意を持ってくれてる男に罪をかぶせようとしたとか、もうなんかねえびっくりするぐらい性格悪いけど。部屋の交換を隠した上で人を呼ぶって、そんなことして何の意味があんの。それについて知るためには彼女がその人物を部屋に招き入れた後そこで何が起きたのかを知る必要があるわ。答えはそこにあるはずだから。その後に起きたことか。おそらく前園くんに呼び出された人物がそこで彼女に襲いかかり、いやまず襲われた方やと思うよ。なんと犯人が判明してしまったぞ。呼び出された人物が犯人なのだ。それは判明したって言わないんだよ。そいつが誰かが問題なんだろうが。そう、そこね。あの部屋では最初に前園さんと犯人の争いがあったのですよね。もしやそこでの争いの中に先ほどの問いの答えがあるのではないですか。ええ、その通りよ。じゃあそこでどんな争いがあったのかをはっきりさせればいいんだね。そういえばあの現場には模擬刀が落ちていたが、あれはそこでの争いに使われたものではないのか。ってことはあの模擬刀は呼び出された側が持っとったってことかな。そっちこそあれか、そのそういや護身用に。あれって何なんだ。前園さんに勧められて僕が護身用に持って帰ったものなんだけど、きっと犯人はあの模擬刀で前園さんの右手首を骨折させたんだよ。たまたまそこにあったやつを手に取って護身用に使ったってことかな。前園の骨折が模擬刀のせいって、なんでそんなことがわかんの。
前園さんの骨折が模擬刀のせいだと分かる根拠、彼女の骨折した箇所、それ以外には考えられない。手首、この金箔がついてるやつね。これだ。それは骨折した前園さんの右手首を見れば分かるはずだよ。右手首の腫れている部分に何かキラキラしたものがついてたでしょ。それが模擬刀の金箔。もしかして金箔？あの模擬刀の金箔だよ。めちゃくちゃハゲとるもんね。あの金箔って少し触っただけでもすぐ手についちゃうんだけど。ねえ、めっちゃ嫌。それが前園さんの手首についてたってことはさ。そうか、そこに模擬刀の打撃を受けたからだな。なるほどなるほど、真相に近づいてきた気がしますな。よっしゃ、じゃあ一気に謎を解くべ。あの部屋で起きたことの一部始終を解明してやるって。犯人この人って思いながらこのね裁判に臨んどるけん、早く早くって思いよったけど、なんか間のそうやったんみたいなの結構あるな。あの部屋で起きたことか。前園さんの死の真相を突き止めるためにもまずはそれを明らかにしないとな。ノンストップ議論の補足説明でございます。説明をお聞きになりますか、をまたしても聞かせてください。そろそろノンストップ議論にも慣れていただけたでしょうか。いやー、すごく気持ちが焦ります。次の議論からは複数の言葉をシリンダーに装填させていただきます。複数ですが、ウィークポイント同様、議論を論破できる言霊はその中に一つだけ。え、打つ側もある。え、なんか選べるん。つまりここからは議論を論破できるウィークポイントと言霊の組み合わせを推理していただくことになります。じゃあそこをウィークポイントを指摘したときに、そこに何をぶつけるか選ぶってことかな。その組み合わせが間違ったものであれば、発言力ゲージにダメージを受けてしまいます。言霊シリンダーに設置されている言霊は LB ボタンで、 LB ボタンをチョンポンしていただくと順送りに言霊をご変更いただけます。あ、なるほど。もう元から L ボタンを押し続けていただくと、左スティックで選んで言霊をご変更いただけます。ちなみに推理難易度が緩やか以下ですと言霊の装填数が少なくなりますが、今回の議論だけは推理難易度1割と同様の装填数にさせていただきます。1割以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。ことは装填数少ないってこと、多いってこと、多いってことかな。金箔の模擬刀、さや厨房の包丁セット。あの部屋で争いが始まった際に犯人は模擬刀を手にしたんだ。そこで最初の一撃が繰り出されたんだ。模擬刀の先制攻撃だべ。そこで前園さんは誰もが骨折してしまったのですな。慌てて応戦をしようとしたあいつは、隠し持ってた包丁を取り出したものの、それすらも犯人に奪われちゃった。そして犯人に殺されてしまった。これがあの部屋で起きた一部始終だべ。もう終わり。最初の模擬刀で襲いかかったなら、模擬刀のあの部分に傷がついているのはおかしいよな。あの部屋で争いが始まった際に犯人は模擬刀を手にしたんだ。そこで最初の模擬刀の先制攻撃だべ。間違えた。そこで押すボタン間違えた。慌てて隠し持ってた違うボタン押した。これがあの部屋で起きた一部始終だべ。待って、もう一回。そうよね、サヤに傷がついとったってことは、最初受け止めとったことやもんね。よっしゃい、いった。それは違うね。すごいバトルゲームしよる感覚、アクションゲームというか。いや、最初に模擬刀の一撃があったとは考えられないんじゃないかな。もうなんか入った時点で切りつけてようとしたってこと。怖。なんでだ。模擬刀のサヤにある傷だよ。ほら、刃物で切りつけられたみたいな傷があるし。めちゃくちゃ恐ろしい子なんだね。はい、そのさやか。刃物って包丁だよね。現場にあった刃物って包丁だけだし。幻想ゲームしてんじゃねえぞ。もっとわかりやすく説明しろや。最初に模擬刀の攻撃があったとすると、さやに包丁の傷があったことの説明がつかないんだよ。だって模擬刀で襲いかかるなら、刀をさやから抜くはずだよね。鞘をつけたままなんぞ重くて邪魔なだけだし、威力も半減だろうからな。いや、まだ歯が折ってんじゃないもんね。例えばいきなり包丁で襲われ、
とっさの防御として模擬刀で受けたとしたら、今回のこの学級裁判でさ、もうなんかすごい前提として前園さんやっぱすごい優等生のいい子って感じやったのが、その絵がねめっちゃ崩れ落ちていきよる感が。つまり最初に模擬刀が使われたのは包丁の攻撃に対する防御のためだ。ということは先に襲いかかったのは包丁を持った人物だったのですな。分かったぞ。ではこういうことだな。犯人はあの部屋を訪れた直後、そこに隠してあった包丁を見つけ。みんな違うよやっぱり前園さやかがいい子っていう部分はみんなちょっとまだね、ねじ曲げれてないわけやね。包丁でいきなり前園くんに襲いかかったのだ。違うんよ、もうそこは前園さやかが最初に殺そうとして呼び出したんよ。その模擬刀すらも奪い取られてしまいそして模擬刀の一撃で骨折させられた後、また模擬。いいえ、模擬刀で応戦したのが前園さんだとは考えられないの。はぁ、なんで考えられねえんだよ。前園さんは模擬刀を手にしていない。それは彼女の体のある部分を見ればわかるはずよ。前園さんが模擬刀を手にしていないとわかる彼女の体のある部分って、模擬刀を使えば必ず触れていたはずのあの部分のことだよな。手のひら。これだ。それって前園さんの手のひらだよね。彼女の手のひらって綺麗なままだったし、模擬刀を手にしたとは思えないよね。え、何？模擬刀握る部分も金箔があった。どうして手のひらを見ただけでそんなことがわかるの？さっきも言ったけど、あの模擬刀の金箔ってちょっと触っただけでもすぐ手についちゃうんだよ。刃の部分だけかと思った。実際模擬刀の柄の部分は塗装がかなり剥がれていたでしょ。あれ、そういう色なわけじゃないよね。もともとはもっと金色やった。あの模擬刀を使った人の手に金箔がついちゃったせいだよ。だからもし前園さんが模擬刀を使ってたなら、彼女の手が綺麗なままなのはおかしいんだ。その後犯人は急いで手を洗いに行ったんやね。シャワールームに逃げ込んだ時に洗い流したのかもしれないじゃない。いや、それはないよ。どうして言い切れるのよ。私がブスだから。いや、関係ねえ。何にも関係ないですよ。そうじゃなくていや、卑屈になりすぎやろ。前園さんがシャワールームで手の金箔を流したとは考えられない証拠。ん？証拠？根拠？拘束にもあった決まりなことだな。夜時間のシャワールームについての決まり。水が出ない。これだ！あ、そんなルールあったんやって。マクマファイルによると、前園さんの死亡時刻は午前1時半頃だった。いや、夜遅くにシャワー浴びれんのや。つまり夜時間。シャワールームの水は出ないはずでしょ。知らなかったわ。シャワーなんて一度も浴びたことないし。あんただって似たようなもんじゃない。ジャンブタヌシの匂いがしてるわよ。どんな匂い？わからんねえけど。褒められてるの？なされてるの？多分けなされてるんじゃないかな。タヌシって貝やろ。生臭いってことで。けなされてんだろ。明らかに。とにかく彼女が一度も模擬刀を手にしていないということ。つまり模擬刀を使ったのは犯人の方だったのだな。だとすると、その模擬刀の鞘に包丁で傷をつけたのって。包丁で模擬刀に傷をつけた人物は模擬刀を持っていなかった子ってことになるから、前園さやか。前園さん、彼女が包丁を。だけどさ、確か最初に襲いかかったのって包丁を持ってる方だね。初めに包丁を持った人物が襲いかかり、そのとっさの防御として模擬刀が使われたんだったな。そっか。で、その模擬刀はもともと部屋にあったものってことは、手ぶらでやってきとったってことや。じゃ、全然あれなんやね。今回の犯人側、最初、殺意とか何もなかったんやね。じゃあ、最初に襲いかかったのも。この、学級裁判が始まる前まではさ、危機として殺したんやと思っとったけど、なんか、かわいそうだな、犯人。アイサムさん。これで分かったでしょ。彼女は単なる被害者じゃなかった。最終的に殺してしまってるとはいえ、被害者どころか正当防衛、まるで自らが殺人を行おうとしていたのかな。正当防衛だね。あいつは厨房から包丁を持ち出し、そして自分が泊まる部屋に犯人を招き入れている。やのに今回犯人罰されてしまうんやね。え、つら。さらに
先に包丁で攻撃を仕掛けたのもあいつなのだとすると、自分から仕掛けたわけじゃないのに。確かに、むしろ加害者のような行動だ。そういえば苗木君に部屋の交換を申し出たのは前園さんの方からでしたわね。もしかすると彼女が苗木君に部屋の交換を申し出たのは苗木君に自分の罪をなすりつけるためだったのかもしれませんがね。前園さんは僕に。ですがそう考えればネームプレートの件もしっくりきますわ。彼女は標的にした人物を自分が泊まる苗木君の部屋に呼び寄せたかった。なぜそこを標的にしたかよね。その部屋で殺人を犯すことによって、あらすぎには一番最初に苗木くんに向けようとしたのです。その、ね、女の子がん女の子を藤崎千尋、あの子一番最初に見せてそうな感じせん。そのためには部屋の交換を伏せたまま標的を呼び出さなければならなかった。標的に部屋の交換がバレてしまえば間違いなく怪しまれてしまいますからね。そのためにネームプレートを交換したっては。ですが、その計画は危険すぎやしませんかね。まあ、結果危険やったけん殺されてしまったんやけどね。たとえ標的を殺すことに成功してもその後、苗木誠殿が部屋の交換をバラしてしまったら。それはどうかな。お人よしの苗木に埋蔵を切り捨てるような真似ができたとは思えんが、前園もそう思っていたからこそ部屋の交換相手に苗木を選んだんじゃないのか。それに彼女は超高校級のアイドルよ。冴えない苗木と国民的アイドルの前園の主張、普通ならどちらの主張を信じるかしら。では彼女はそのことも計算に入れて。怖いよ、めちゃくちゃ裏のある子だよ。マジかよ。ですがそんな彼女の計画も失敗に終わった。包丁で襲いかかった際、彼女は模擬刀の反撃を受けてしまい、手を骨折したと。そこで右手首を骨折し、包丁を落としてしまったのでしょう。そして標的であったはずの人物によって、確かに狙われた側からして殺されてしまった。こいつが残っとったら今後ね、また狙ってくるかもしれんってなったら。ちょっと待ってよ、そんな遅いよ。消さんととはなるかな。だってねえねえ、なんだか議論が脱線してない。今のところ真犯人についてっていうよりは前園さんの意外な一面に関してすごい言及されてるか。そんなセピア色のお話なんかよりもさ、ほら早く黒を決めちゃわないと。セピア色のお話、時間切れで全員お仕置きなんてことになったら大変でしょ。そうだね。いやしかし、ま、今回の犯人が罰されるのもなんかすごく後味が悪い感じがするよ。悪い人じゃないやん。苗木君、今は謎の解明に集中して前園さんを殺した犯人を突き止めなければ全てが終わってしまうのよ。他のみんなを助けるために一人を切り捨てんといかんのよね。だけど犯人を決めるって言ったってどうすればいいんだよ。だって手がかりなんてもうどこにも。いや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 、ダイイングメッセージ本人が一番残そうとしとったダイイングメッセージ見ろ。それそれそれ。犯人を決めろっつってもよ、もう新しい手がかりがないんだぜ。あるんすよそれがね。ならば今までの手がかりをもう一度見直そう。そんな時間があるのですか。アメツ、アメツよ。これはキュウさんってことかな。みんなでアメツするのよ。大丈夫、犯人は分かってるから。手がかりはまだあったはずだ。前園さんが背中の壁にちゃんと残してくれていたはずだ。犯人を決めろっつってのよ、もう新しい手がかりがないんだぜ。ならば今までの手がかりをもう一度見直そう。通り過ぎてった、通り過ぎてった。違う違う、もう一度よく考えてみるんだ。どこかにこの議論の矛盾が隠されているはず。さっきのは違うところに当たったことになったのか。犯人を決めろっつってもよ、もう新しい手がかりがないんだぜ、はい、それは違うよ。いった、ブレイン。
手がかりならまだ残ってるかもしれない。前園さんが残したダイイングメッセージだよ。ダニー、なんつったダニー、ダイイングメッセージ。ウサピョンや、ウサピョン。前園さんの背中の壁にあったでしょ、11037って書かれた血文字。あそこに犯人の手がかりがあるはずよ。手がかりというかね、その前に聞いておきたいのですが、ね、そもそも、その血文字は本当に前園さんが書いたものなのですか？あれを書いたのは前園さんで間違いないはずだ。その根拠だってあるんだし。左手の人差し指、前園さんの左手の人差し指が血で汚れてた理由、きっとその指で血文字を書いたからだよ。彼女はその前の争いで右手を骨折していたはずだ。それで左手で書いたのだな。前園ちゃんが書いたのはいいとしてもさ、その11037ってどんな意味なの？違うよ、後ろ手に書いたけんさ、壁に。数字のことならそのものが詳しいんじゃねえのか？プログラマーなんだろ。それが全然なんだよね。どうやってもこの数字列に意味を見出せなくて。当たり前よ、だって数字じゃないもの。うんうん、そうです。なんだか。あ、どうした？お、見えたか。数字じゃないと思って見てみますと、お、もしや、もうあれじゃない、読めたんじゃない？この最初の文字って11ではなくてアルファベットに見えませんかね？本当だ、中央の線がかすれてるせいで11だと思ってたけど、 N、 これって N とも読めるね。おお、珍しくまともなこと言ったな。珍しく灰色の脳細胞が冴えておりますぞ。だが最初の文字が N だとしてもだ、 N037 ではまだ意味が通らんぞ。違うんすよ、それも見方が、角度が違うんすよ。クソ、ダメだ、わからないよ。時計回りにひっくり返すのよ。ほら、キリギリちゃん優秀。え、時計回りに、そうか、もしかしてここに書かれているの、あ、もうこれで犯人が、そうだ。あ、もうこれで完璧に分かってしまうやつね。犯人の名前だったんだよ。え、手がかりをすっ飛ばして犯人の名前。うん、誰よ、誰の名前が書いてあるの？ひっくり返してみろや。前園さんが残したダイイングメッセージ、ここに示されている犯人の名前、このダイイングメッセージを時計回りに180度回転させれば見えてくるはずだ。